興味コメント。僕は今日中学生になりました。あ、中学校入学おめでとう。中学生活も楽しんでね。どうもハルカットです。皆さんアニポケは見ていますか？リコとロイのシリーズも面白いですよね。そこで今回はギベオンが言っていたラクリウムについて考察していきたいと思います。では関係なきの本日4月9日は僕の誕生日です。みんなたくさんおめでとう言ってくれてありがとう。誕生日おめでとう。さっきケーキ持ってきたんだけど食べちゃった。おい、トイレの方の最後まで聞いててください。ギベオンが言っていたラクリウムとは何なのか。今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、2人はライジングボルテッカーズという組織の中に加わり旅に出ています。そんな今作では現在テラバクスをラクアという場所に届けるためにイニシエの冒険者のポケモンである6英雄を探している最中なんですが、この間放送された45話ではついにあのエクスプローラーズのボスギベオンの姿が出ましたね。ギベオンはこれまでの回で登場自体はしていたものの、声だけでの登場で一度も姿が公開されず謎の人物でした。前回の話でやっと後ろ姿が出て、おまけに手持ちに色違いのジガレレがいるということで、すごく驚いた視聴者も多いと思います。僕も姿と手持ちポケモンを見てびっくりしたんですが、ギベオンの発言も気になりました。それは再びラクアにラクリウムを我が手にという発言です。ラクアとはかつてイニシエの冒険者ルシアスがたどり着いた楽園のことですね。ここにラクリウムという言葉もあって、それをギベオンは狙っているようなんですが、このラクリウムが一体何なのかすごく気になります。SNS では伝説の宝じゃないかという声はありますが、リウムという言葉には〇〇の場所、空間というような意味があります。となるとラクアプラスリウムでラクリウムなので、物というよりかは特定の場所を示す言葉なのかなと思いました。そのままの意味で言うなら楽園の空間ですね。ここがどんな場所なのかまだ分かっていませんが、おそらく SV でのエリアゼロみたいな空間だと思うので、そこを手に入れて何かを実行することがギベオンの目的なのかなと思いました。ラクアとテラバゴスは密接に関わり合っているので、テラバゴスに関することが目的の可能性はありそうですよね。どうなんでしょうか。みんなはラクリウムは何だと思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでギベオンの本当の目的が分かった件についてでした。ちょっとボーシャーさんの努力です。ご報告さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で、せーの、グッディー。